どうもゴルフの三谷です。いつもありがとうございます。今回はスイングをする際に膝は曲げたままなのか伸ばすのかどっちですか、こういう質問を結構受けます。これについて少しお答えしていきたいと思います。安全に皆さんが長くゴルフを楽しめれるように、この動画をぜひ最後まで見ていただいて、ゴルフ楽しくやっていきましょうね。私三谷は4000名の方が通うスクールで普段レッスンさせていただいてます。皆さんが本当に頑張っている姿を私の本当に力になっているんですね。本当にありがたい、そんな思いでこの仕事をやらせていただいてます。いつも感謝してます。そして動画を見てくれている皆さん、今回は膝の曲げ伸ばしどうするの、こんな内容でお届けしていきたいと思います。それでは早速いきたいと思います。スイングをする最中にいろんな体の動きが気になりますよね。このゴルフのいいところは自分でいろいろ模索しながら、こうでもね、こうしよう、足をあでもない、こうでもない、それがゴルフの一つの醍醐味、楽しみでもあります。ですが一定の答えがやはりありますので、今回はそれに触れていきたいと思います。スイングをする最中にバックスイングでまず右の膝、これ構えた時は少し曲がってるんですが、これ伸ばした方がいいんですかね、こういう質問を受けたりしますが、まず結論から言いますと、まずバックスイングで右の膝は絶対に曲げたままです。伸ばしてしまうとまずそこから体重が左側に乗せられませんので、必ず少し曲げた状態で、そこからスイングスムーズな体重移動をしていくということになります。ですからここでこういう感じになっちゃうと、そもそも全く勢いがつけられないということになってしまいます。多くのスポーツを見て分かりますように、例えば野球の守備ちょっと曲げてます、テニスでレシーブを受ける方を曲げてます、バレーもそうです。どんなそのスポーツでもこの瞬間的にスムーズに動くためには膝が少し曲がっていないといけない。ですからゴルフのスイングにおいても、バックスイングは構えから少し曲がっているわけですが、バックスイングで右の膝は曲がったまま、その状態のままスイングに入っていくということになります。では振り抜いた後の左の膝はどうなんでしょうかということなんですが、ここがまたちょっと微妙になってくるわけですね。皆さんのところにはいろんな情報が入ってきたりすると思います。いろんなチャンネル見たり、いろんな番組見たり、いろんな雑誌を見たり、その中で左の膝は少しグッと伸ばしていきましょうみたいな情報がもしかしたら入ってきてるかもしれません。これは非常に伸びやかにバーンと一気に体が伸び上がるような、その地面を踏んでそれを力に変える、こういうことを提唱している人はもちろんいます。そしてその方がうまくいってたりすることもあります。ただしこれにはちょっと注意が必要です。膝というのは関節、関節はいろんな関節がありますが、この膝は曲がる方にしか基本的には曲がりません。反対側には曲がらないんですね。肩の関節とか股関節とかは結構こう回ったりするんですが、この膝とか肘とかというのはある一定方向にしか曲がらないようになってます。それが一瞬でもピンと伸びた状態になるというのは、結構危険です。これは特に、振り抜いた後に体重が左に伸びますよね。そして棒のように、膝がピンと伸びた状態でずしっと体重が乗っていくわけです。そうするともしかして膝を痛めてしまうかもしれないんですね。ですから膝というのは一見伸びているようでも、こういう感じで一見まっすぐに伸びているようでもピンとするとちょっと違うんですね。ここまでなってはいけないということです。ですから少し緩んでいる状態でおおよそまっすぐの状態であればそれは大丈夫ということになります。ですから振り抜いた後に左足というのは膝は軽く曲がっているんですが、それはほぼほぼ変わらずにフィニッシュをしていきます。ここでこんな感じでフィニッシュしていくわけですが、これはこうはなってませんよということです。この状態で止まっているということになります。この自然に曲がっている状態をまっすぐと感じる方は結構いらっしゃると思います。僕もある意味そういう風に感じると言っても過言ではありません。というのはこの膝がピンとなる瞬間というのはほぼないということです。ピンとなった瞬間ちょっと怖いんですね。なんか反対に曲がったらどうしようという風にちょっとした恐怖感、不安感を感じますので、ほとんどの方がこの膝が完全に伸びた状態になってないと思うんですね。そのなった瞬間にちょっと怖いね、こういう風にすぐ曲げたくなると思います。そんな中で、スイングしている
する最中にピンと伸ばすところまで行きましょうというのは少し危険な場合があります。もしそれが今瞬間的に今まさに最高のショットをもしかして打てるかもしれない、賞金を稼ぐ方は、それで賞金を稼いで、その1年2年3年分かりませんがそれで絶頂期を迎えるかもしれません、それでいいんだよ、あの人素晴らしい、あの人のスイングはめちゃくちゃ飛んでる、安定感がある、そういう方もいらっしゃると思います。ですが皆さんは安全に長くゴルフを楽しんでて行きたい、そういう思いでやってる方がほとんどだと思います。ですから右の膝は曲げない、左の膝も失礼しました、伸ばさないね、曲げるです、伸ばさない、最初の状態をキープして最後のフィニッシュをしてあげる、安全に楽しくゴルフをするためには、これを少し気をつけて、スイングに入っていただくといいかなと思います。最後まで見ていただきましてありがとうございます。皆さんがとにかくゴルフが楽しい、ゴルフがある生活が素晴らしい、そんな風に思っていただけるように、このチャンネルやっていますので、ぜひ皆さん安全に楽しくやってみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございます。最後に高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。